日本の高収入 DJ は誰なんでしょうねって話で、あまりその辺はオープンになってなさそうなんですけどね、価格がね。まあ大体バーバル、タク、FPM、うん、まあ田中さんの場合海外も多いからね、テイさん、大沢さん、そんなとこですかね。この辺ですかね、やっぱりね。ちょっと気になりますけどね。そうですね。まあ、ただ単価全然、また全然桁が違うでしょ。これもうなんかさっきのはもうなんか違いますよね、もうね。ちょっと狂ってますけど、ね。ちょっといかん方向にバブルになってる。DJ バブル。なんか EDM 仕様のミキサーが発売されたとかって、まあ、ジョークですけど。うん、いっちゃんでフェーダー立って縦1本だけっていう。もうミキサーじゃねえじゃんみたいな。まあナイス皮肉ですよね。そう。DJ 太郎がお届けです。 J-Wave Hello World。 ここからはサイバーラボのお時間です。今週は全国各地のずぶ濡れスポットをご紹介しています。ね。まあ、クーラーの効いた部屋で涼んだり、避暑地に行くのもいいですけど、暑い日こそ、まあ、ずぶ濡れになっちゃえばいいじゃんということでお届けするのがこちらです。水ぶっかけ甲子園。今年何回甲子園やってるんですか、この番組ね。はい。紹介するのは千葉県にあります花と動物たちのエンターテインメントファームマザー牧場。8月31日日曜日まで開催されているサマーフェスタ2014で注目を集めているのがびしょ濡れエリア。まあ、名前からしても 100% 濡れに間違いないんですけど、はい、いろんなアトラクションがあります。例えば黒ひげ危機一髪のように樽にナイフを突き刺しながら外れの穴に突き刺すと一気に水が噴き出しびしょ濡れになる噴水危機一髪。やらなきゃならないってやつですね、これはね。そういう意味ではね、他にもですね、時間になると緑の草原に突如として出現する一瞬で暑さを忘れることのできる牧場のオアシス、水のトンネルや草原のシャワーに土壌をすくい大自然の中で思う存分ずぶ濡れになることができると。でマザー牧場の営業部宣伝課の梅田さんにどのぐらい濡れんのでしょうかと質問してみると、まあ、着替えマストです。もし忘れても売店で可愛い T シャツを販売しているのでご安心を。できれば下もご用意いただきたいですけどね、これね。はい。中にはもう水着持参で来場する方も多いようで、マザー牧場で水をぶっかけられた方のリアクションはもう何回も参加したいとか、想像していたよりびしょ濡れになるっていうのが多いと。ですね。水着さえあればあとはもうどんだけ濡れても関係ないですからね。はい。暑い夏だからこそ、まあ、この標高300メートルの場所で思いっきりびしょ濡れになってほしいという梅田さんのおすすめは、水のトンネルのクライマックス、ウォーターキャノン。なんとおよそ40リットルの水を一瞬に噴射して、辺り一面をびしょ濡れにするほどの迫力があると。もうこれはもう食らった瞬間にはもう諦めるっていうぐらい濡れるっていうことですよね。はい。それぞれのアトラクション、今番組のホームページもね、映像の方映してますけど、すごいですね。キャノン砲のようにこう上空にパーッとこう打ちつけて、それがこう、ものすごいシャワーになって降ってくる。うわ、キャノンすごいですね。なんか写真で見るとやっちゃいけないんじゃないのっていうぐらいボーンと出てますよ、これ。はい、すごい迫力が写真からも伝わってきます。アトラクションは、まあ、その体験する時間がね、それぞれあの時間帯異なるということなので、気になった方はぜひホームページをチェックしてみてください。マザー牧場に関する情報は後で番組ブログにも詳しく、掲載しておきます。サイバーラボ、明日も水ぶっかけ甲子園、全国各地のずぶ濡れスポットをご紹介します。どうぞお楽しみに。今のキャノン砲はすごかったですね。なんか空気のあれの代わりに水の雲みたいなのができてました。はい。You should know that。 もうこれ大好きなんですよ、俺も。夏1日50回ぐらい聞くんだよね。なんか
be your lady, if you pay me so you need to go. I'm gonna give my all to you.Just to be my bouquet. And I think of you. I want to be your lady, maybe.If you know the strong, I'm gonna get my heart to you. Boy, you got all my need. I see. And all night. Thinking of you. Strong, gonna give my all to you.今夜のタラメンズソングです。僕大好きな一曲、Ghost Town DJs で My Boo ね。まあ一年中好きなんですけど、夏特に8月20日を過ぎると妙に切なくなるんですよね。そういう曲は皆さん夏にはあると思います。はい。さあそして8月のハローワールドは1ヶ月にわたってラジオで夏フェス、毎日豪華人気アーティストのスタジオライブをお届けするハローは夏フェスね。まあもう折り返しておりますよね。本当夏の終わりに向けてということで、今日でですね、11人目のアーティストということになりますか。まあ本当にラジオなのに豪華すぎると思います。スタジオライブは YouTube ライブ映像でも同時配信です。番組ホームページからご覧いただけます。そしてハローナッツフェス、今夜は片平里奈さんがスタジオライブを届けてくれます。福島出身22歳のシンガーソングライター片平里奈さん、2011年10代限定のコンテストで1万人の中からね、1万組の中から審査員特別賞を受賞。さらにデビュー前にもかかわらずギブソン傘下のこれギターブランドエピフォンから日本人女性初の公認アーティストとして認定され、まあ、非常に反響を呼びました。昨年の8月7日、シングル夏の夜でメジャーデビューから、まあ、1年が経ったということですよね。記念すべきファーストアルバム Amazing Sky を今月リリースです。福島東北から全国へさらなる活躍が期待される若手女性アーティスト、
今夜の片平里奈さんのライブは J-WAVE のディレクタールームから生中継でお届けします。それでは皆さん、お待たせいたしました。いきましょう。片平里奈スタジオライブ第1部開演。こんばんは、片平里奈です。ディレクターズルームから歌えます。夏の終わりということで、サマーキャンプという曲を歌います。言葉はついに出てこない。
片平里奈でサマーキャンプという夏のちょっぴり切ない曲でした。次はまたしっとりとした曲になるんですけども、アルバムからあなたという大事な人を思って、大事な存在を思って作った歌を歌います。聴いてください、あなた。
身近なものばかり、うん、Hello World on 81.3 J-WAVE 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 Hello World、スタジオ生ライブ、今日は片平里奈さん第1部お届けいただきました。ありがとうございます。サマーキャンプ、そしてあなた、弾き語りスタイルですよね。はい、皆さんからもいろいろと、感想もいただいておりますね。やっぱり夜に聞くいいですよねと。はい、福岡のリリーベが楽しみですとか、後ろの人たちは仕事してるのかいって、後ろの人たちが仕事をしてるかどうかってよく分かんないんですけどね。ただやっぱ一応 JA 部内なんで、なんかいろいろいろんなとこにいろんなもん貼ってあって、なんかちょいちょい映ったらまずいんじゃないかなっていうものがあるんじゃないか、ちょっと気にして見てはいたんですけど、よく見るとあれはやっぱプロモーターさんなんですかね。11月24日リキッドルームとかちょいちょい書いてあったりとか、あれ偶然のわけないな、さすがだなっていうね、はい、というまあちょっとこういつもと違った JM のアングルでね、よりなんかこう皆さんにはこう、まあ、映像的にもそして音楽的にもこう耳に近いというか皆さんの距離に近い今日は音楽を届けていただいております。でこの後第2部、片平里奈さんね、また素敵な歌声を届けてくれますので、どうぞ周りの友達にも教えてあげてください。そして、皆さんが聞いた感想をですね、ハッシュタグ HW813 で、送っていただきたいと思います。この後片平里奈さんスタジオライブ、11時過ぎに第2部をお届けします。お天気を伝えていただきます。お願いします。はい、ありがとうございましたね。庄司さん、いいんです、厳しい暑さでも夏だから。夏はもう残りあとわずかなんですから。はい、さあこの後は曜日別でアーティストを共通のテーマに合わせて選曲、ミュージックアンリミテッド東京バガボンド。水曜日の今夜はジュジュちゃんご登場。
ただいま。この後パート2でございます。もうこの後すぐりなちゃんの第2部が始まります。Welcome back! J-Wave Hello World! DJ 太郎が六本木ヒルズの33階 J 部から生放送でお届けしております。さあ、8月のハローワールドは1ヶ月にわたってラジオで夏フェス。毎日豪華人気アーティストのスタジオライブをお送りしています。題してハローは夏フェス。今夜は福島ご出身22歳のシンガーソングライター片平里奈さんのスタジオライブお届けです。ライブの模様は J 部のディレクタールームから生中継でラジオのほか YouTube ライブの映像でもご覧いただくことができます。まあ、J 部のあのディレクタールームがどんな風になってるのかとかね、どんな風に仕事してる人たちがいるのかとか、ちょっとそんな様子も見ていただけながらという風になると思います。ぜひ皆さんがライブを見てまたは聞いて感じたこと、ハッシュタグ HW813 ツイッターでシェアしてください。それでは行きましょう。片平里奈スタジオライブ第2部開演。では引き続きライブをお楽しみください。ティーネイジラバーズ。Thank you.
たくましく生きていた。
しょう。夢なんて見てさんな、幻想だって言ってんだろう。ちゃんと愛して愛に飢えて恋に破れて Oh darling 私のこともっと知りたいでしょう。さんな幻想だって言ってんだろう。ちゃんと愛して、ちゃんと愛して、ちゃんと愛して、ティーネイジラバーズ、そして2曲目オージェンという曲でした。ぜひね、ラジオだけども一緒に歌ってください部屋で、車の中か分かんないけど、手拍子してくれてもいいし、寝ててもいいし では次も聴いてください。女の子は泣かない。切ってたけど危ない。
最初から分かってた傷つく恋だって、世のない電話甘いキス虜になってしまえば、気づいた頃にはただのおもちゃみたいだから、私今日も自分らしく泣いて、何してるんだろう。ライブだけど誰もいないから想像するしかないけど、お元気ですか。よいしょ。8月6日にアルバムをリリースさせていただいて、アメージングスカイというアルバムなんですけど、いっぱい10代の頃の思いが詰まっているアルバムなので、ぜひたくさんの人に聴いてもらいたいなと思ってます。そして最後、クロスロードという曲を歌わせていただきますになった。ゴミは誰も気にはしないほど甘々しくて、本当は濡れてしまった毛並みみたいにものすごく汚れてるんだ。こんなに渦巻いているこの街は私に似ている。邪魔しないで、騙したりしないで、迷惑なんだよ。親切にされてもただ立ち止まって、誰かそこで聞いて、迷惑って言わないで、ここで全部半分こなんてしたくないの、未熟なんで。か弱そうに見えた、売るものは何もないよ。魂を描くのが好きなだけ。今日はもてはやされ、廃れて消えてく大きなポスター、味気ない赤から
しないで、騙したりしないで、迷惑なんだよ。親切にされても立ち止まって、誰かそこで聞いて、迷惑って言わないで、ここで歌わせて、どうかまだ行かないで、ここで歌わせて。アリナでした。 Hello World on 81.3 J-Wave. Yes、 片平アリナさん、スタジオライブ Part 2お届けいたしましたね。Teenage Lovers、Oh Jane、 女の子は泣かない、そして Crossroad、 4曲をね歌っていただきました。ありがとうございましたね。皆さんからの感想もたくさん来てます。久々にハロワ聞いてるけど今日いいなって、うん、女の子は泣かない、これは女性はすごいこう共感しまくってますね。これ横で生歌聞きながらお仕事なさってる JAVE の社員は超羨ましいっていうね、みんななんか後ろ向きなのがなんか不自然ですけどね、座り方、はい。後ほど、スタジオライブを終えたリナさん、こちらの方にもご登場いただきます。ですがその前にこの後お知らせを挟んで Working Hero のお時間です。リキッドルームってのはでかくなったね。書き直されて。DJ 太郎がお届けです。Hello World。ここからは Working Hero のお時間。今夜ピックアップするのは株式会社ロースター。ロースターっていうとコーヒーのね、焙煎機のことを言うんですけど、まず先に言っておきます。こちらの会社、コーヒーショップではございません。どんなことをしている会社なのか。代表取締役の大崎明治さんにお話しいただきましょう。弊社はもともと僕がですね、大学卒業して出版社にずっと勤めてきて、雑誌を中心に編集をやってきました。で、まあ、そういったですね、経験を生かして雑誌や書籍、あとはムックとか、まあ、そういった紙媒体を中心に、その他ウェブ、モバイルですね、そういった、まあ、いろんなメディアの、制作をしている会社です。今皆さんもご存知かもしれませんが、出版業界とか、雑誌というのはかなり、厳しい状況であったりします。紙自身、例えば僕らが今作っている雑誌とかっていうものは、もともとその広告収入と実売、要はその雑誌を買ってもらったその、
お金ですね。それでセールスしてたんですね。ただそのスキーム、ビジネススキーム自体が、今難しくなってきてると思っていて、で、僕自身は、紙には、まだまだ魅力があると思っているし、特に今の日本において、紙が持っている魅力というのは、僕が考えるのに信頼と、安心と、憧れという、三つものがあると思っていて、これを、活かした、メディアというのは、まだまだですね、僕らとしては、続けていきたいと思っているし、ただそのためには、それと、こう、どう、いろんなメディアだったりとか、いろんな、物事を、こう、組み合わせて、やっていくかということが大事だというふうに思っています。はい。まあ、時代とともにね、やはり、紙媒体の厳しさっていうのはあると思うんですけど、まあ、紙媒体だからこそできることっていうのもね、あると思います。ファッションを中心とした広告雑誌の制作会社ロースター、豆を煎る作業工程と編集という仕事に共通点を感じこの社名にしたということなんですね。クライアントの要望や読者の興味のある、事柄を吟味し相手が望んでいる味をイメージして、まあ、ローストするそんな思いを持ってものづくりをしている会社です。大崎さんそしてロースターがこれまで手掛けた媒体はタバコのフリーマガジンフィルトをはじめファッション誌のスープソープ、そして、アンアンとか東京ウォーカーなどにも記事を寄せております。まあ厳しいと、言われるこの雑誌業界といえどもまだまだ私たちの生活になくてはならない、そんな紙媒体です。これからの時代編集者を目指す人に必要なことってのはどんなふうにお考えなんでしょうか。編集者ってその今雑誌がね、なくなっていくような、状況なんですけどもすごく僕は、編集者あもしくはまあエディターとかディレクターっていうあの職業はあのこれからもすごく、大事な職業だと思ってるんですね。特にそれは、紙だけじゃなくてウェブの世界でもだと思ってるんですけどもでそこに求められるものっていうのはやはりそのもちろんですね面白いものをこう実直に作っていくっていうことも大事だと思うんですけどもその紙とか、ウェブとか、モバイルっていうそういうこういわゆるメディアの形っていろいろあると思うんですけどもあの僕はそのメディアの形っていうのは基本そのお皿みたいなと思っていてそのお皿のことばかり考えるとやはりその、上に出すその料理の方が僕ら大事なのでその料理のことをですねちょっとおろそかにしがちだと思うんで本当にそのどうやったらこう、美味しいね、料理が作れるのか面白いものが作れるのかってことをちゃんとこう時代を見据えて作っていける人が、大事だと思っているので僕もまあそういうことをあの気をつけようというふうに日々思ってます。うん、なんかねこう器に気を取られないっていうことですかね。やはりこういろんなバランスを持てるっていうことはすごい大事な、求められている人物像なのかもしれません。ワイキングヒーロー、明日はロースターの驚きの新事業についてさらに、気になる求人情報などもチェックします。お楽しみに。お疲れ様です。どうも。お疲れ様です。ありがとうございました。どうも。ここも映ってまた聞こえてますので、はい、はい。よろしくお願いします。やりづらかったですか？いや全然なんか自然な感じで。感じで。後ろに座ってる人が若干ちょっと不自然な人がいましたよね。そうなんですよ。みんなしかもなんか背中向けてるっていうね。なんかちょっと横に座ってる人がいたりね、うん、こっち向いてる人がいてもよかったと思うんですけどね。あ確かにちょっと恥ずかしかったんですかね。それがちょっと面白かった。背景の人はみんな背中を向けてた。いっぱい感想も来てますよ。あら嬉しい、うん、いくつかちょっと後紹介しますからね。はい、ちょっとよかったら見てみてください。あこんな鮮明に映像いや超鮮明っすよ。超鮮明に映ってますよ。かなり全然気にしないでやっちゃってた顔。いや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 、それは逆にそっちの方がいいじゃないですか。こうライブだ
ね。その入り込んでる感じが。あ、今まさにあのキーっていうところの写真のやつ、キャプチャーのやつ。あ、今あの巻き戻して。ああ、そっか。こういう風にこう。アップしないで。いいじゃないですか。僕カープファンなんで、あのもう受験の時に何回も聞かせていただいてますんで、やかましくないですか。全然、だから他の曲の受験の時に片桐さんの歌が聞こえてこないんで、ちょっと寂しいというか、馴染んじゃってるからありがとうございます。カープファン、そう、この前行ってきたんですよ、松田スタジアムで高校生出させてもらって、ね、いい球場だったでしょ。いやー、すごかった。緊張した。はいよ。いきます。さあ、お送りした曲は今夜スタジオライブを披露してくれた片平里奈さんの今月リリースされたファーストアルバム Amazing Sky から High Five CD バージョンでお届けいたしました。そして里奈ちゃん、こちらのスタジオに来てくれました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。素敵なライブをね、歌声聞かせてくれましたけど、はい、やってみた感想はどうでした。いや、初めてですね、ああいう場所で歌うの。ねえ、はい、ラジオ局のみんなこう作業をしてるね。そう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 、あの後ろにいる人たちがみんな背中向けて座ってる状態っていうのが逆にちょっと不自然だっていう。なんかあの全然手動いてない感じなんですよね。すごいこうやっぱあの曲聴いてたなっていう。あ、そうなのかな。感じで、これまた面白かったですけどね。うん、はい、たくさんの感想もすごい来てて、なかなかちょっと全部は紹介できないんですけど、まあ、本当に声が好きだなって、あの女の子でさっきからたくさんいっぱいつぶやいてくれたんですけど、嬉しいです。暑い夏の夜のはずが、なんかすごく充実感と。曲中にこうツイートしたいんだけど、思わずやっぱりこう手が止まってしまうと。ね。あとはですね、やっぱ女の子は泣かないに共感しまくるとか、J部の社員羨ましいとか、ヘッドホンつないで聞いてますけどうとうとしちゃうとか、聞き入っちゃうとか、すごいですわ。もうこういう風にね、え、あそこまで鮮明に映ってるとは思わなかったんですか、映像的には。思わなかったです。もうちょっと遠目から撮られてるのかと思って、もう顔くしゃくしゃにして全然気にしないで歌ってたんで。いやいや、でもそのシャウトしてる表情をね、またこうみんなツイートしてたりとか。やだ。やめて、アップしないで。ねえ。まあ、リナさん、まあ前にもね、番組ゲストでご登場いただいて、いろんな話をね、聞いたりもしてるんですけど、自分で曲を作り始めたのはいつぐらいからなんですか。曲作り始めたのは高校3年生の頃でしたね。高校3年生から。じゃあ結構そんなにすっごい前からってわけでもないんですね。そうなんですよ。もうギターをちゃんと始めたのもその時期で、うん、だったんで、もうそんなに歴はないですね。ね、っていうか、うん、どんな時にこう曲は湧いてくるんですか。ああ、どうだろう。でも、まあ普段生活する中で、あ、面白いなと思ったこととか、うん、なんか不思議な気持ちになったりとか。なるほど。そういう時に書きたいなと思ってメモしたり、あ、メモしたりメモする代わりにギターをちょっと手に取ったりとかっていう感じなんですかね。でデビューからまあ1年経って、はい、ついにファーストアルバム Amazing Sky 8月の6日、ね、はい、にリリースされたわけなんですけど、はい、まあ、この記念すべき最初のアルバムはね、どんなアルバムにしたかったんですか。そうですね、もうそうだな、初めてのアルバムってことで、今までやって4年間音楽活動やってきたんですけど、はい、そんな4年間の集大成になったらいいなと思って、うん、あと10代の頃に書いた曲とか、今の私が10代、今の10代の子たちに言えることとか、うん、そういうことを詰め込みました。なるほどね、はい、初期衝動的なアルバムにしたいなと思いましたね。あの時の自分、その時の自分だったりね、はい、そうですよね、はい。そして、このファーストアルバム Amazing Sky には、はい、まあ、亀田誠二さん、はい、コトリンゴさん、はい、オーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンドといっても非常にこう、いろんなこうバラエティに富んだ面々もご参加ということでございますけど、はい、まあ、これまではこう自分でね、こうレコーディングとか弾き語ったりと、うん、まあ、自分のやっぱりこう、うん、
範囲っていうのがあったと思うんですけど、うん、いろんな人とこうレコーディングしてその世界が範囲がすごい広がったわけじゃないですか、うん、そうですね、どうでしたレコーディングっていうのは。いやもう本当にその通りで、もう自分の部屋で一人で作ってた曲が、うん、どん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 なんかいろんな人の手が加わることによって世界が広がっていくっていうか、うん、可能性がどんどん広がっていく感じがすごい毎回ありました、うん、亀田さん会ったらどんな感じでした。亀田さんはなんかもうハッピーな感じですよね。ハッピーですよね、亀田さんね。テンション高く笑顔で、ね、そう、もう乗せられましたよ ね、あ、まあ、でもそういうねなんか相乗効果もねやっぱりいいですよね、うん、それもちゃんと音で残ってますからね、はい。そして、ライブ情報です。トリガーフェス2014サマー出演決定と、はいはい、これチケットフリーなんですね。そうですね、9月の6日午後2時スタート、会場は代々木公園の野外音楽堂と、はい、その他ですねベイキャンプ2014とかニューアコースティックキャンプ2014などにもいろいろご出演と、はい、で秋からワンマンツアーもスタート、うん、東京はもう先ほどからなんかリナちゃんこうちょっとギターをアップにした時にちょっとその後ろ の、うん、メッセージボードのところに11月24日リキッドルームってもう書いたのがバンバン映ってたんですけど最初僕がツッコミ入れた後多分消してでかく書き直してた、はい、すごい宣伝だと思った、ね、あれはなかなかスタッフやっぱできますねカメラのアングルとかをチェックしてリーマンですね書いてたんですけどでまあ、11月24日まさにそうです、月曜祝日ね、はい、恵比寿のリキッドルームということで、はい、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしてください。はい、ぜひぜひ。で、今夜のりなちゃんのライブ映像もですね番組特設ページにてアーカイブ、いたしますので放送後も楽しんでいただけます、はい、さあじゃあここでですね、アメイジングスカイから1曲お届けしてお別れとなりますけど、りなちゃんどの曲いきましょうか。はい、そうですね、アメイジングスカイからアメイジングスカイという曲を聴いていただきたいと思います。タイトルねソングでございます、はい、どんな思いが詰まってるんですか。この曲はそうですね、これも18の頃に書いた曲だったんですけど、ずっとライブとかでも一番歌ってるような大事にしてきた曲で、はい、歌いながら震災の影響で被災地の方のことを思ったりとか、はい、なんかすごい思い入れのある曲になってます。なるほど、うん、あの時の空がね聴いてる皆さんとも空はつながってますね。はい、はい、じゃあ、この曲を聴いてお別れしたいと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、では聴いてください。片平里奈でアメージングスカイ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと記念撮影を。はい、おすごい。おメッセージ書いてあったんですね、気づかなかったって赤ペンで書いたもんなんですよ。こちらでお願いします。すいません、ブログ用にお写真載せてください。はい、ちょっと待って、ジャケ持ってる。あ、はい、ちょっとお待ちください。すごい。ん、あ、景色見てわかる時なんだろうな。あそこがドンキですね六本木のドンキ、ね、パチパチパチ。あれドンキのですか。あ、ドンキですね。からおけ感があってもうちょっとこう左の方に行くとなんか七色の変な看板みたいな、あれドンキ、あれか、いつの間にかおけ堂のジェットコースターもなくなりましたね。はい、はい、すいません。はい、はい、すいません、もう一枚もらってください。はい、チーズ。片平湯にも入れていいでしょうか。いきます。はい、チーズ。もう一枚ください。いきます。はい、チーズ。よし、ありがとうございます。どうもお世話になりました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。またそのうちお店も遊びに食べに行きます。じゃあ今度は、はい、ぜひまたなんか私のお客さんもたまに行ってるみたいです。本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございました。そんなりなちゃんもそうだ、そっか、さっきそういうことか、ここにこうやってもう上がってる、早すぎるこれ。あ、じゃあそれもちょっとお式で
早っ。六本木のドンキ見てるなって。いやこう窓から見てね、何が見えるかねと思って ねみんなこうなかなかそうここっつうのはね。J-Wave Hello World お送りした曲は片平里奈さん Amazing Sky でした。さあ Hello World、 この後はお知らせに続いて日本赤十字社学研 The Reason Why です。ナビゲーター南沢奈緒さん、僕は後ほどまた戻ってきます。
はい。Hello World on 81.3 J-Wave。明日この通りにできてるのかっていうのはもう必要ですので、大体ちゃんと一区切りをちゃんと一小節に入れるようになってるんだね、まあ、じゃないと無理だもんな、無理ですね。Hello World 今夜のラストナンバーは明日のハローワナッツフェスに登場してくれます、小林大吾さんのツワブキ How to Clip Your Own Nails をお届けいたしました。さあ今夜はねそろそろお別れの時間となるわけなんですけどね、まだまだリナちゃんメッセージたくさん来てますね、ラジオでフェス味わえるのってやっぱいいな、そのぐらい良かったなということでございましてね、まあ、知ってる大好きなアーティストが出るっていうのもあると思いますけど、知らないアーティストの出会いも結構楽しいと思います。またよかったら明日も聞いてください、番組特設ページにてアーカイブね、リナちゃんのライブもアーカイブさせていただきます。なので放送後もお楽しみいただけます。さあ8月のハローワールドは月曜から木曜まで毎日人気アーティストのスタジオライブ生中継でお届けするハローワナッツフェス。
明日は小林大吾さんのライブ生中継です。そしてスペシャルウィーク、来週のラインナップ8月25日月曜日は、ピープルインザボックス。そして26日火曜日は、まあ、これこそきっと間違いなくいい汗かきますわね。はい。そして27日水曜日は、まあこのマイナスイオンがいいです。今度ね、汗の後のカーリジラフ。28日木曜日は、ずいぶんギリマニアグレープバイン。そして29日金曜日はハロワン夏フェス総集編をお届けしたいと思いますね。もう目いっぱいいきますよ、8月のハロワは。そしてこの後12時からはザ・ボーディーズのロイ君とマーシー君ナビゲートのラジペディアがスタートします。スタンバイしてるよ2人。今夜のテーマ、睡眠ってどのくらい大事って。睡眠大事ですけど、僕も平均睡眠時間3時間ぐらいとかになっちゃうんですかね。でも集中して寝ることが大事だと思います。はい、ここまでの相手は DJ 太郎でした。それでは皆さん、また明日、バイバイ。ありがとうございました。数えてんだ。ちょっと最近ガッチャマンっぽく見えるんだよ。ガッチャマン、え、誰ですか。いや、ハローキャラクター。ああ、そうですね。あれヘルメット見えてる。そうそうそう。番宣。お、いつの間にかオカピになってる。変身したの実は。あのあれみたいな、マトリックスのミスタースミスみたいな、あれまさかランケーブルを伝わってこうニューッつってスミス的な感じで、マジでニューッつっていいな。そしたら俺の代わりにやってください。ちょっとまだ行くまでに時間がかかりそうなので、まあ、今夜この辺でお別れしますか、ね、片付けもいろいろ皆さんありますし、はい、
8月いっぱいハローワールドは、ハローは夏フェスで、まあ、来週のラインナップも今発表があったところで、最後の最後まで駆け抜けます。ラストの8月29日なんだっつったら総集編でございます。あとはまあハリー君が弾き語るかね。それは無理か。それそれで。ね、ということでございました。はい、それじゃあ皆さんまた明日、ありがとう、どうもバイバイ。